ハヤチェルノビンはイスラエル出身の現代音楽の作曲家。現在はアメリカ在住。イスラエルで基礎を学んだ後、ドイツへ渡りティーター・シュネーベルに指示。さらに、アメリカに渡ってカリフォルニア大学サンディエゴ校にてブライアン・ファーニホーとロジャー・レイノルズに指示して博士号を取得した。ファーニホーの公認に選ばれ、サンディエゴ文校で作曲の主任として教鞭を取っていたが、 ビーンに短期間を渡り、現在は、ハーバード大学の教授の地位により絶大な信頼がある。1992年には、イスラエル人初のクラーニヒシュタイン音楽賞に選ばれた。日本との関わりが深く、朝日新聞から二度の奨学金を受けて、日本に滞在中、何人かの若手作曲家を、マスタークラスで教えた経験を持つ。現在はアカデミーシュロース・ソリチュードにて、 各年で作曲マスタークラスを開講している。2006年のザルツブルク音楽祭では、生誕250周年のモーツァルトの未完成オペラ、サイ,イデに自作のアダマが融合する形で上演された。高級からの誘拐に先んじた作風のサイ,イデとパレスチナ人とイスラエル人のカップルがパレスチナ情勢で潰される悲劇のアダマの融合上演は、 アイデアの斬新さとチェルノビンの視点の鋭さで成功を収めている。騒音と楽音の境界線の音楽が特色で、ほとんどの作品に特殊奏法が用いられる。日系人の作曲家、カズオ、高ギイコール、スティーブンスと結婚したこともあり、日本の楽器を直接用いたり、尺八をもするパッセージを使用したりするなどしている。新しい複雑性からの影響も顕著だが、 あくまでもサウンド重視の音楽性のため、パラメータ関係は複雑ではない。近作は、民族音楽からの直接な引用とも取れるジェスチャーが聞かれる。現在は、名ムなどユダヤの民族芸能や自らのルーツを問う作品が多い。朝日新聞の奨学金で来日し、何人かの日本の作曲家を指導したことが1990年代にあった。ただし、これは、 マスタークラスであって、大学で正規に指示した、正弟子ではない。ありがとうございます。